大丈夫大丈夫、お前なら行けよ高部。一ロッテファンとして俺はお前を応援してる。まあベンチも勝負に出てますから、ここで決められれば最高でしょうね。微妙くせえ。そうですね、このあーショートが抑えた。何帰ってきてる。え、島田くん高部じゃないって、高部じゃないって、いや高部はじゃなくてさ、島田くん褒めてあげて、高部じゃないって今のは。普通のショートゴールやって高部は。はいはい、出来レースです。おもんなボール変えてるもんだって、巨人になったら。巨人の攻撃でボール変えてるもん。ボール変えるわ、空調効かすわ、そのホームラン出るわ。このペナントをやってと思うけど、おいおい、おもんねえ、マジでおもんねえ、マジでもマジでボール変えてる疑惑あるわ、マジで、マジでボール変えてる疑惑ある。はいはい、変えました変えました、今変えました。はい、消去瞬間です。今抑えました、今映像で抑えましたもん。はい、確信です、ボール変えてます、このチーム。それは大正義だわ。高山がいけるっつってんな、高山こっち見てるな、こっち監督いけますよって。高山が今こそですよと、あ、大学時代最多安打達成した私の渾身のミート見せてあげますよって言ってんな高山が。高山4番でいこう、これはちょっともう首脳陣からの期待を込めて高山4番でいきましょう。ホームランは出ないかもしれないけど、つなぐ4番でいいんだよな。終わり終わりです、終わり終わり、このチーム勝てない。高山すぐ変えられてるわ。ちょっとこれコンピューターが高山見たくないらしい。高山すぐ変えられてるわ。